はい、こんにちは、ずいふうさんです。今日はエンハイフンのジェイクさんの運勢をね、見ていきたいと思います。パッと見た瞬間、ひよどり声ですかとね、いうことで、源義経ね、いきなりね、崖の上から馬でね突進するひよどり声、まさにね、そんなような運勢です。ですから、まあコマンドですかみたいなね、特殊部隊なんですかとかね、いうことで、どっかで見たことある運勢だなと思ったら、 JY パークさんね、パクジニオンさんもやっぱこういう運勢なんでね、ひよどり声みたいなことをやってましたね。パクジニョンさんの例えはアレキサンダーね、ガウガメラの戦いってね例えてますけど、そんなような感じです。要するにその軍曹ね、鬼軍曹みたいなね、小部隊を率いてね、戦う、そういうね、軍勢、JYP を率いてね、戦うね、戦い方もね、面白い戦い方をする天才的武将、そういう運勢、ジェイクさんもね、まさにそんなタイプでね、意表をついたやり方で、やってくると、いうことですね。ただその組織とかになってくると、またちょっと動きづらくなってくるっていうところは、特徴でね、大阪府知事の吉村知事もこんなような運勢なんでね、大阪府というね、小部隊ならいいんだけども、日本全体ってなると、どうなのかなっていうね、組織とか、いろいろ党の方針とか、まあ、いろいろねあると思うんですけど、まあ、そういうのが絡んでくるっていうね、そういうことです。ですから、まあ天才的なね能力、思い切りもいいし、ね、人にはできない、ね、方法も考えつく、アイデアマン、ということですね。そしてね、女性に対しても結構ね、硬派なところがありますのでね、まあ、俺たち、ね、硬派で行こうぜっていうね、そんな感じ。片やルパンもいればね、片やね、ナンパもいればね、硬派もいるんだなっていうね、感じでございます。そして、まあ性格的にはやっぱりお母さんすごい厳しい方でね、お母さんにね厳しく育てられましたっていうことが出てますんで、基本的な生活習慣っていうのはもうきちっとこうしている、方多いですよね。そこまでやらなくても、方多いです。ですからね、しっかりしたお母さんに育てられたがゆえに、お嫁さんはしっかりしたお嫁さんとね、いうことになります。ですから、そうですね、恋人を選ぶとしたらヒルマンニナね、ということになります。ニナちゃんか、ミヒちゃん、ね、を選ぶと思います。じゃあ実際はどうなのかということですが、実際は奥さんとしてはちょっと疑問ですよね。ちょっと疑問があると思います。ということでね、まあ何かこう安定的な、力を持っている方なんでね、安定的にこう長く何かをやる、ね、そういうことにやっぱり飛んでるということは思います。もちろんその持久力もあるしっていうね、ことですね。だからまあジャニーズでいうとキムタク、ね、キムタクタイプの感じだと思います。だからその一つの目的のためにね、スポンサーの
がこういうことを求めてるって言ったら、そういうふうに演じるとかね、そういう対応の仕方だと思います。はい、ということでね、これからも頑張っていただきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた、さよなら。